記念 YouTube として出してるんですけど、このような始まる前、終わった後も撮ってるんですけど、さあ始まる前、何か一言ありますか？初めての、いや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 ラジオ番組、こういう風にテレビとかはありますか？ないですね。スーパーニュースに、ちょっと出たぐらいです。その時喋りましたか？喋ったのはほとんどカットですまあちょっとだけ、はい、じゃあ今日はリベンジで行きましょうか、はい、カットされないように頑張ります、はい、じゃあざっくり今日はどんなお話をしていただけますでしょうか？はい、今日は、まあその1枚の奇跡メイン、プラス、まあ自分のこれからやっていきたいことをちょっとこう盛り込んでいければいいかなと思っております、はいはい、先に聞いとこう。今お年はいくつですか？今30です。ジャスト。ジャスト。あら、僕もそうなんですよ。みそじです。みそじですね。はい、左指見せてください。左指。ですね。ですね、はい。はい、ですね。いつですか？いつ頃ですか？去年の11月です。おお。そうなんですか。ほやほやですね。ほやほやっちゃほやほやです。どうしますか？そのお話は軽く入れますか？いやない。どうなんすかね。どうなんすかね、はい。でもその奇跡のクリエイターの中にまあ奥さんはいる。あらま、それもツッコミどころはあるじゃないですか。あれ知らなかったですか？最近僕知りました。大好きなんですよ。うん、いやそれまではみんなね、それぞれ、はい、てかあの名前がちょっと違うじゃないですか。だから全然気づかなかったというかね。あやこでやってるんで、みんなクリエイター名みたいなね、そうですね、感じですので、じゃあそういう話も織り交ぜつつ、はい、まあフリートークなので、かしこまりました、はい、アドリブでいろいろやっていきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。朝倉大樹さんです。